おはようございます。7月17日土曜日、関東エリアのウェザーニュースアップデートです。今日から嬉しい3連休、子どもたちも夏休みに突入しましたね。各地で賑やかな声が聞こえてきそうです。今日も夏休みにふさわしく、真っ青な空と入道雲が共演する真夏の空が広がるのでしょうか。この後の天気を見ていきます。太陽は朝から大活躍、嬉しいお出かけ日和です。昼間は各地で30度以上となり、容赦のない暑さとなります。山の近くではもくもくとした入道雲ができやすいので、急に空が暗くなったら天気急変に気をつけてください。今日も真夏の暑さです。外ではセミもだんだんと現れてきたようです。この暑さ、セミは元気に鳴き出しそうですが、人の場合は対策が必要な暑さです。携帯サイトの熱中症アラームを参考に、炎天下で過ごす方はもちろん、室内にいる方もこまめに水分補給をするなどして熱中症を予防してください。次回の更新はお昼頃です。それでは。ウェザーニュース。